はい、どうも、リーダー06、ベントスコーラです。今回はね、筋肉マンの動画となっております。これね、筋肉マンの公式ホームページなんですけども、筋肉マン超人総選挙2019というものがありまして、前はね、2017に1回やったんですけども、それ2年におきに1回ぐらいでやるみたいなペースのものみたいなので、今日今回ね、2019のね、超人総選挙というものがあったので、今から動画で紹介していきたいなというのを思います。それではね、皆様よろしくお願いします。これ超人総選挙どういうものかと言いますと、先ほど言った通り、まあ、2年ぶりの開催ということで、2017の結果は1位は悪魔将軍、2位は筋肉マンスグル主人公の、3位は筋肉マンソルジャ ー、お兄ちゃんの方ですね。で、アタルさんが3位だったと。現在筋肉マン作品内では筋肉性多い争奪戦の大人気キャラやってますね。なるほど。今のシリーズ、原作で続いていますシリーズまで、まあ、投票できますよってことですね。投票期間は2019の3月29から始まってますね。2019の4月29。4月、まあ、ほぼいっぱいまでっていう感じですね。それではね、清き3票ということで、まあ、1人、3キャラずつ選べると。はい。1人につき3キャラずつ、まあ、投票できるということですね。ってことでね、僕もね、早速ね、動画内でね、投票の方を、していきたいなというのは思いまーす。はい、参加。君のお気に入りキャラクターを3人まで選んで投票しよう。リストにない上位に投票した場合はリストから選ばれず次へ進むと。はいはいはい。ということで、3人に投票したいですね。まだ決めてないんで、1人ずつ見ていきましょうか。筋肉マン、ミート、テリーマン、筋骨マン、キングトーンとか入ってんねんな。何でも入ってんな。で、オカンに、オトンに、岩尾、オカマラスもおるね。ナチグロに、中野、ヨサク、ナツコに、マリ。ロビンマスク、ラーメンマン、ブロッケンマン、ブロッケンマン親父の子やな。スカイマン、ルーン、こんなんわからんな。スペシャルマン、カナディアマン、カレクック、こんなんもわからんな。キンターマンは知ってる。あ、ドーベルマンね。はいはいはい。こんなんあそこら辺のモブキャラやな。カニベースもおるやん。じゃあベイビアもおるね。カメハメ、はいはいはい。はいはいはい。はいはい。デビルマジシャンの箱、俺結構好きなんですけどね。結構デビルマジシャンとか、なんかめっちゃ見た目がかっこいいから、デビルマジシャン結構好きなんですよね。オーズマン、ウルフマン、ペンタゴン。ペンタゴンも結構好きなんですけどね。ベンキーマンも結構好きやな。知恵のワマンとか。キューブマン、タイルマンも結構いいよね。フィッシャーズもね。マウンテンも僕ね、この辺のね、悪魔超人系が大好きなんですよね。マウンテンも好きやしね、ブラックホールやっぱかっこいいね。やっぱ新しいね、原作の漫画でブラックホールはね、強くてね、カバーなかったね、やっぱブラックホールは。ステカセキング、アトランティス、スプリングマン僕好きなんですけどね、なんて言ってもスプリングマン可愛いっすね。はい。バッファローマンも好きやな、スリネーダーも、アシラマンも僕一番好きですね。絶対アシラマンも言いますね、ザ・リンジャーは嫌いですね、どちらかというと。ジャンクマンも結構好き。プラネットマンもまあまあ、サンシャインも好きやな、オクマ将軍、モンゴルマン、ジェロニモ、ケンダマン、あ、ここら辺ね、ボンベ、ビッグザブドウ。ビッグザブドウとかも結構好きやねんけどな。見た目が好きやねんな。筋肉マングレード、ネプチューマンも結構好き。グレート、スクリューキッド。フェニックスも好きやな。スタンクロスも結構好き。リズマン、マンモスマンも好きやな。モーターマン、ザーマニキ。ゼブラも結構好きやねんな。オメガマンはな、パルテモンも好き。これ、金で雇われてたっていうのがいいよね。ゼブラに。レオパルトンはやっぱ底打ち何コマあったっけ、底打ち4コマかなんかあるが好きやな。はいはいはい。ソルジャーマンはやられたやつやな、普通に。はいはい。誰やっぱブルドーザーマンとか誰や、これはあれやね。始祖編のやつやね。ストロングザボト好き。ネメシスも結構好きなんですけどね。ピックアップブーとかも結構好きやわ。ポーラマンも好きやな。かっこいいよな、ポーラマンって結構。ジャグッチも好き。ジャスティスマンもね、クソ強キャラだし好きやねんけど、ヴィラージマンも結構好きやねんな。で、これあれだし、新シリーズだな。新シリーズそこまで読めてないんですよね。まあ結構、ちょくちょく読んでる感じなんですけど。じゃあここは3人入れていきたいなと思います。僕的にはね、まずはアシュラマンは欠かせないですね。アシュラマンと僕はスプリングマンは絶対欠かせないな。あと誰にいるかな、アシュラマンとスプリングマンと、あと一人誰に入れようかな。あと一人誰に入れようかな、ほんと。あと一人や、誰に入れよう。ブラックホールかな。ブラックホール、スプリングマン、アシュラマンかな。やっぱ悪魔超人がやっぱいいっすね。やっぱ。ブラックホールかな、やっぱり。
基礎編も一人ぐらい入れてあげたいけど、ゼプラとか好きやねんけどな。まあこんな感じかな。ブラックホール、アシラマン、僕はスピングマンですかね。はい、投票していきまーす。選んだ超人に熱いコメントを送ろう。はい、こんな感じですね。シュラマンは大好き、スプリングマンかわいい、ブラックホールはかっこいいという感じでね、投票しました。こんな感じでニックネームと、E メールを入れて、投票する感じですね。はい、投票しました。結果は、週刊プレイボーイ5月22日発売、はい、およびさ、ウェブサイトで発表予定ですということですね。はい、こんな感じですね。またね、結果発表があれば動画にして、紹介していきたいなというのは思います。はい、こんな感じでね、皆さんもね、概要欄にこのページのリンクを貼っておきますので、皆さんもね、ぜひね、投票してみてはどうでしょうか。はい、こんな感じで今日の動画を終わっていきたいなというのは思います。よければね、チャンネル登録と高評価、コメントの方をよろしくお願いします。何かありましたらね、Twitter か、コメント欄で書き込んでください。よければね、他の動画もね、筋肉マン以外の動画、マッスルショットなどや野球動画などを多く上げていますので、よければね、そちらの動画も見てくれたらありがたいかなというのは思っています。はい、ここまでね、ご視聴の方ありがとうございました。さよなら。